ラジドリに耐える。あ、幽霊の方が可愛く映ってくる。こんなカラコンに耐える。知り合いがカラコン作る会社に勤めてるんだけど、試供品欲しい？いいの？欲しい。色は何がいい？赤系とか？青っぽいのとかあるかな。翌日。はい、ありがとう。カラコンをカラコンと略してくる。通販番組に耐える。あ、通販番組が始まった。チャンネルショッピング。あ、バッグの取っ手が取れちゃった。くっつけたいけど何を使えばくっつくのかわからない。そんな時ありますよね。でも大丈夫、そのバッグは捨ててこれを買おう。本革のバッグ、接着剤だと思った。しかも今ならなんと超強力接着剤もお付けします。じゃあ接着剤だけでいい。しかもこちらのバッグ、中に石を詰めれば鈍器にもなります。いいえ、いらない。でも石を詰めたせいでバッグの取っ手が取れちゃった。そんな時ありますよね。それも取れるんかい。でも大丈夫、おすすめの商品があります。いいえ、2周目。商品はこちら、両口ハンマー。鈍器の代わりだった。あいつだけは絶対に許せない。殴りたい。だけど暴力で解決なんてしたくない。そんな時ありますよね。でもこれを使えば大丈夫。こちら僕の電話番号に連絡いただければ10万円で代わりに復讐してあげますよ。復讐代行人。でも一体どうやって復讐するのか心配ですよね。大丈夫、ネットに恥ずかしい写真を流出させて社会的に抹殺します。バチバチ犯罪。他にも手段はいろいろ。例えばターゲットの家の Wi-Fi を弱めることで YouTube の再生をカクカクさせてストレスを与えたり、ターゲットの家のベランダに干してある洗濯物に水をぶっかけてなかなか乾かないストレスを与えたり、ターゲットを殴ったりします。シンプルな暴力。さあ、どしどしお電話ください。はい、チャンネルショッピングです。あの、復讐をお願いしたいんですけど。はい。過去に付き合っていた男性にもてあそばれて捨てられたんです。その男に復讐してあげますよ。どんな復讐ですか？その男の貯金を全て奪ってやりましょう。さらにその男のジーパンのケツポケットの中にこっそり生卵を入れて、座った時に割れて気持ち悪い感じにしてやりましょう。地味に嫌なやつ。ではその男の情報を教えてください。はい、年齢は35歳で、仕事はチャンネルショッピングの司会をしている岡崎三郎という男性です。え、俺？私の声を聞いても思い出さないの？2年前にあんたにもてあそばれた女よ。お前、みつこか。あんたを絶対に許さない。通販番組とは思えない緊張感。テレビショッピング殺人事件、次週に続くというサスペンスドラマだった。次回予告。なんと次回の妙子は OL の制服で街を歩いていると、私と似たような OL の制服を着た女性が前からやってきたの。そしてすれ違いざまに、お前私と同じ匂いがするなって言われたの。いや、それ漫画で能力者同士がすれ違った時に言うやつ。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱなんでもないです。自分